ごきげんよう。今日はですね、体調が都合によりいらっしゃらずですね、もう一人になると急に、まあ、いつもポンコツなんですけど、今日はですね、F 型というのは16タイプの性格、もしくはまあ MBTI とかで空気を感じるよっていう、これは N の N、感覚、直感の N も入るんですかね。この空気が読めて、つい空気に従ってしまうよ、みたいな人が思いがちな、本当に私は実際そうだったので、そういう方々向けのこんな見え方もあるよ、という紹介をさせてもらいます。今日紹介させていただくのはこちらですね。反論が苦手な人の議論トレーニング。まあ、常々自分は議論が苦手だ。議論の場では黙ってしまうか、自分が最初にパッてひらめいたものをつかみ、これが正しいってやりがちなんですけども、そんな方向けの議論トレーニングのお話をしたいと思います。で、今、こちらの絵ありますね。で、これ、今何をやってるかというと、よく日本では空気を読め、空気を読まない人のことを KY なんて人ことを言いますが、こちらの本からすると、空気とは場の雰囲気だと。一旦、この空気が出来上がると、それに反対したり、意義を捉えたりしにくいよと。で、その空気ができてしまうと、もうそれに従うしかないと。で、こういった曖昧なものに支配される。日本はダメだ。みたいな空気もありますよね。この空気があって空気に従うしかないじゃんっていう空気はダメだっていう空気があると。で、日本、小室直樹さんという、これは評論家なんですかね。もう亡くなってしまったんですけども。小室直樹さんの日本は未だ近代国家にあらずという一節でですね、日本は空気、括弧 PNEUMA、ニューマが支配する国であると。空気は教義、括弧ドグマのごとくに日本人を支配し尽くすと。ぜひ、懲悪の客観的規範は、ここに機能を低下すると。要は、その空気ができてしまうと、ぜひ、懲悪の客観的な規範みたいなものがなくなってしまうと。この空気の中では、ぜひ、懲悪の客観規範は働かない。理屈もないままに、ゆいゆいダクダクと、その空気に従う日本人。こういう空気の支配から脱して、はっきりした客観的規範を立てるべきだと憂う言説は もはや、ステレオタイプと化しています。当然空気を読むことを重視する日本人もまたこの奇妙な民族なんてことを言われます。ただこのニューマという言葉、まあ、空気ですね、はそもそも呼吸、括弧、プネウマ、呼吸、つまり吸ったり吐いたりする息を本来意味していると。この生きている限り息はするし、息をしているということは、我々が生きている証拠ですねと。ただこの息っていうのは気持ちや感情のもとであると。おかしいから笑う、悲しいから泣くと言われるが、この気持ちや感情が最初にあって、その結果として笑う、泣く、という行動が生まれるように。ただこの人が言うのは、しかし事態は逆だと言うんですね。例えば、現代の演技術では、笑うには息を吐き切ってから、ちょっとだけ吸え、と教えると。苦しくても構わずに息を深く吐く。ちょっとだけ息を吸う。これを何回も繰り返すうちに、横隔膜が痙攣を起こし、はははと声を出して、痙攣に乗せれば、これが笑いになると。
で、泣くっていうのはその逆だと。息をちょっとだけ吐いて深く吸う。吐き切らないで次の息を吸うと胸に何かが溜まってくる感じがして、それを吐き出そうと、あーって声を出すってやってるうちに、これが悲しみになっていくと。で、息の仕方で感情が決まるんだと。で、この本は言うんですね。まあ、演技論ではそうやって言うと。なので、気持ちが先で息の表現になるのではなく、息の吸う、吐くっていう気持ちが先にあって、その笑いが起きたり、悲しみが増幅させるというんですね。で、空気を読むことで人に働きかけるっていう章があってですね、もし感情が息次第なら、人間関係だって息で決まるであろうと。息を殺して相手を見守り、息を潜めて心配して、息を合わせて協力する。相手と自分の空気、ニューマを感じてそれに働きかければ、それなりの反応が返ってくると。確かにそういう言葉にもなってますもんね。この息を感じ取って働きかければそれなりの反応が返ってくるよと。息を伴わない無理な働きをかけをすると失敗する。これが空気を読むという意味なのであると。あと、まあ、その冒頭に、その日本はその空気があって、空気が支配してて、そんな空気って嫌だよねっていう空気があるみたいな話をしましたけど、アメリカのドラマとか映画とかを見ていても、日本が空気があって日本がダメだって言いますけど、そのアメリカとか、まあその海外の映画とか見てて、それが悲しいと感じたり、面白いって感じたりするのも、それ別に空気読んでますもんね。で、なんか、例えばビッグバンセオリーっていうアメリカのドラマとかで、そのいかにもモテなさそうな人が空気を読めない発言をして、あ、こいつって空気読めないよねっていう演出になってるのがわかるっていうのは、別にじゃああれってアメリカにも空気ってあるじゃんとは思うわけですよ。すいません、ちょっと脱線しました。で、問題なのは、この本で問題としているのは、このような空気を読むっていうのが相手への働きかけの技法だと認識されていないことだと。むしろ空気っていうのは、ひたすら波風を立てず、自己保身をするテクニックだと受け取られてしまうと。っていう受け取られ方をしているっていうことですね、空気が。っていうことが問題だと、この本は言っている。だからその笑いや泣きの技法化が演技の方法にあるように、息をきちんと分析すればコントロールできると、この反論が苦手な人の議論トレーニングの作者、吉岡雄二さんはおっしゃってます。で、特に日常生活では限られた言葉でやり取りをするので、多かれ少なかれ、舌足らずになりがちだと。舌足らずというのは言葉が足りてないということですかね。要は、自分が発言した言葉で、この人は伝わるよねっていう投げかけをするわけですから、伝わるよねっていう、僕が言いたい言葉は僕が発した言葉でこの人に伝わると思って喋ってるが、そうにはなってないっていうことなんですね。その裏に込められた仕組みや構造を明らかにして意味を補わないときっちり扱えない。だとしたら、お互いそのこの人は何を言ってるんだろうって、空気を読むことは悪いことではないよねっていうことが書いてあり、実際空気と言われるものの多くは十分理性的に対処できるものであることが多いっていうところから、今日の本題、こちらの方に移ります。Twitter X でこのような発言が出たと。こちらです。上がですね、音楽室にノートを置き忘れていたよ。助かった、ありがとう。が、上の方。で、下。音楽室にノートを置き忘れていたよ。に対して、ごめんなさい。これからは気をつけるね。っていう
この2つのイラストがあり、これの問題がですね、たかしさんの返事はなぜ違ったのでしょうか。それぞれの時のひとみさんの顔つきや声の調子を考えてみましょう。シンキングタイム。さあ皆さん、これが題として、お題として与えられました。じゃあ皆さんも考えてください。たかしさんの返事がなぜ違ったのでしょうか。それぞれの時のひとみさんの顔つきや声の調子を考えてみましょう。なのでこれ上と下で違うのは、ちょっと僕の絵が下手でちょっと恐縮なんですけども、たかしさんの下の表情だけがちょっと違います。上は音楽室にノートを置き忘れていたよに対して、上のたかしさんは助かった、ありがとうと言っています。で、下の方は音楽室にノートを置き忘れていたよってひとみさんが言うと、下のたかしさんはごめんなさい、これからは気をつけるねっていう、この絵を見てお題としては、たかしさんの返事はなぜ違ったのでしょうか。それぞれの時のひとみさんの顔つきや声の調子を考えてみましょう。さあシンキングタイム。これね、多分ね、 F 型の人、まあ僕自分で F だと思ってるんですけど、もうこれ見た瞬間に、あ、このそれぞれの時のひとみさんの顔つきや声の調子を考えてみましょうだとすると、もう答えを見るまでもないぐらい簡単に僕の中の答えは出たんですね。皆さんいかがでしょうか。もうちょっと待ちましょうかね。あ、考えましたか。それでは僕これ見て思ったのは、上のひとみさんは音楽室にノートを置き忘れていたよっていう言い方でちょっと笑顔気味なんですよね。で、なのでたかしさんはありがとう、助かったって言うよな。で、じゃあ下だとすると、音楽室にノートを置き忘れていたよっていう、ちょっと怒った顔でちょっと勢いのある声できたので、下のたかしさんは、あ、僕は怒られているんだ、だからごめんなさい、これからは気をつけるねっていうことだって思ったんですね。なので、もしかこれが言われていたら、そういう空気を読み、まあそういうことを書くだろうなと思ったんですよ。ただ、ここで上がっているこの2つの絵に対して、Twitter では、これを問題だと挙げた Twitter の主はですね、今朝、うちの9歳児が日本語の国語の教科書の音読をやっているときに、お父さんこれどういう意味って持ってきたんですね。うちの子基本アメリカ人だからこれはレベル高すぎるわ、まさに空気読みの訓練よねっていうのと同時に、ちょっとこれ批判的な感じですよね。ほら、なんか日本って授業でも空気を読めみたいなことやってますけど、うちの子これ意味がわからなかったんですよ。なんかうちの子って基本アメリカ人だからこの日本の空気を読めっていう授業レベル高すぎるわって、ちょっと皮肉的なところでツイートを上げたと思うんですね。ただこの本でこの紹介されているのは、ここからはこの本の著者さんのものです。顔つきや声の調子を考えてみましょうとあるので、空気読みの訓練と解釈したのだろうと。皆さんどうですか？そういう解釈しませんでしたか？だからうちの子基本アメリカ人だからこれはレベル高すぎるわと反発した気持ちになると、反発することになる。しかしこの著者さん、吉岡雄一さんは言うんですよ。この課題というのは、この絵を見て、まあ私がここに今コメント入れましたが、この課題を見て反発したんだけども、しかしこの課題は必ずしもノンバーバルなコミュニケーションの習得を欲求しているわけではないと。むしろ言葉の隠れた前提を推察させる訓練と解釈した方が自然だと。
皆さんそうやって見ましたかと、具体的にこの A を分析してみましょうと、たかしさんの言葉に注目しよう、ひとみさんのノートを置き忘れていたよに対して上はありがとう、助かったありがとうと感謝をしているが、下はごめんなさい、これからは気をつけるねと釈明していると。なのでこれは言葉が違うので状況が違うんだって言うんですよ。よく僕が動画をやってる時に隊長に言われるやつですよね。言ってることが違うと、一緒じゃんって一緒じゃんって違うと、言葉が違うから状況が違うんだと言うんですよ。例えばこのノート持っているこの本ですね、ノートがたかしさんの所有物だったら上の助かったありがとうっていうのは自然な言葉だと。それに対してノートが学級日誌などのようにクラスの共有物だとしたら、まあ、これが、アメリカの小学校にあるかどうかは別にしてと、クラスの共有物のノートだとしたら、下のごめんなさいという謝罪は当然だと。きっとノートに記録するのが今日のたかしさんの役割だから。要はこれは上はたかしさんの所有物を持ってきたよっていうのに対する感謝ありがとうで、下っていうのはクラスのもので、今日その記述がたかしさんの番のものをあなたは忘れていたよ、やっていないことをやっていないよっていう指摘なので、ごめんなさい、これからは気をつけるねになると。したがってこれはその場に存在する抗いたい言外の雰囲気を感じ取れという問題ではないんだと。この言葉の裏ですね、この助かったありがとうとごめんなさいこれからは気をつけるっていう表面の言葉を手がかりに、その裏にある前提、このノートは誰のものかを推察する訓練と解釈するべきだと。それが空気を読むという文化の違いとして解釈されるのは、それこそがむしろ奇妙な光景ではなかろうかと。っていうところから、この著者さんはツイッターの上げた主に対して言うんですね。よく考えてみると、うちの子基本アメリカ人だからっていう発言もかなり飛躍してないかと。9歳程度でアメリカ人とか日本人っていう文化的アイデンティティが決まるとは思えませんと。また問題は教科書に載っていたものだから、日本で育ったとしても9歳ならちゃんと考えることができるだろうと。だとしたらこの図をもとに日本とアメリカの文化の違いって言い立てるのは無理だし、問題を取り違えていることになってないかと。実際先ほどのそのツイッターの主に対してはコメントでこういうのもついたと。なので見る人が見ると違うっていうツイートなんですけど、画像を見る限り、要はこれですね、これを見る限りでは空気を読みましょうっていう問いには見えませんと。正しい対応を選べっていう問いではなく、返事はなぜ違ったのかという問題ですしね。これを空気を読めと解釈する人の方が空気を読んでいると思うと。それは本文に書いていないことを読み取っているのですからと。そうなんですよね。僕はここに問いを書いたんですけど、たかしさんの返事はなぜ違ったのでしょうか。それぞれの時のひとみさんの顔つきや声の調子を考えてみましょうっていうのを、私はああこれは空気を読めっていう問いねって、まさしく私も空気を読んだんですね。ただ見る人が見ると全く違うんですよ。なぜなの、言葉が違うから。